で、は、前半振り返っていきたいと思います。えー、レアルトソシエダ対アトレティコマドリードの試合ですと。ソシエダが、いつも通り433ですねで。アトレティコが532。ソシエダのビルドアップの時に2、トップ トッがもうほぼ守備の時ゼロトップみたいな感じになってコレアがまずトリエンテスを抑えるグリーズマンが下がってこういう5-4-1みたいな形しておりますよねでアトレティコをやっぱ相手の特徴をよく掴んでるなって感じるのが左サイドですよねバレネチアとティアニーの2枚でサイドから崩していくっていうところはここジョレンテが当たりに行くんじゃなくってインサイドハーフのねフェルメーレンが当たりに行きますねでサイドで2対2の状態作ってプラスえっとビセルがカバー で、ちょっと右上がりみたいな、こういう状態を作り出す。逆にグリーズマンはトラオレのところにそこまで当たりに行かないんですよね。コケが間に合っていない時は、トラオレにボールが渡ったらリーノが当たりに行って、アスペリクエーターがすぐここスッと、クボのところ入ってくるんですよね。 で、グリーズマンは下がってくる。左は完全にここを2対2の状況を作り出すことで防いでいて、で、右サイドに関しては変則にはなるんですけれども、最終的にこの窪のところに対して2枚以上当たりに行ける状態っていうのを作っている。センターバックのところではすんなり運べるんですけど、このサイドから展開していこうってなった時になかなか行けてないんですよね。 で、バレネも、えー、っと、クボもいい状態でボールが持てなくって、そこ結局、まあ、かわしきるかもしくは下げるかっていう風な形が結構続いちゃってるんですよね。まあでも、その状況の中、ここでなんとか突破できているのはクボかなと思いますね。クボが結構ね、リーノが高い位置上がっていって、アスペリクエーターが当たって、グリーズマンのこのカバーがちょっとだけ遅れてしまった時に早めに縦仕掛けていって、で、突破していったりだったりとか、リーノが下がってきて、 対この、この突破っていうところでは、久保は仕掛けられるタイミングで仕掛けてチャンスを作っていますね。左サイドに関してはバレネがちょっと苦しいですよね。相手が完全に2対2の状態作っていて、ティアニーが上がったとしても、フェルメーレンが少し下がってきて、で、ティアニーが、えー、っと、挟まるような状態作られてしまって、なおかつビゼルがバレンチャンのとこ見てるんで、バレネもね、あの、サイドに張って突破っていうところは結構得 なんですけど、この中間ポジション入った時に仕事できるか？って言われると、まだちょっとそんなにでもないのかなって思うので、この辺でちょっと苦労してますよね。ちょっと途中良くなったのが、あの中央突破のところですかね。真ん中経由して。いっ で、で、最終的に、えっと、サイド散らすんじゃなくて、この隙間ですよね。裏のスペースにスルーパスへ通していって、ベッカー流していったりとか。ベッカーがおとりになったところを2列目から飛び出してきた、えっと、面ですかな、ね、インサイドハーフが飛び出すパターンですね。もしくは、クボが中に絞ってきましたよね。クボが絞ってくることによって、まあ、1枚増えてくるので、で、この3枚のちょうど間ですかね、バイタルエリア付近で受けるようにしていて、で、中央で受けて、そこからスルーパス出して。 メンデスが流れていったやつっていうのもありましたけど。そんな形で、ソシエダはサイドからの突破が結構きつくって、いけるとしたらま、久保の突破のところかなと。中央を通していって、裏に出していくっていうパターンでは、メンデスが2列目から飛び、いいタイミングで飛び出していって、で、最後フィニッシュまで持ち込んでいってますよね。 だから、ソシエダは結局最終的にはフィニッシュは、えー、っと、クロスからのね、中の競り合いっていう格好なんですけれども、正直左からも右からも微妙ですよね。左からティアニーとかバレネがクロス上げてるんですけど、全部ファーサイドに流れていって、で逆に右サイドから突破していったとしても、えー、っと、ファーサイドに一応人はいるんですけど、競り合いの部分でなかなか勝ってなくって、結局フィニッシュ決めきれないっていう。 中央突破の方がまだ可能性感じるかなと。アトレティコの攻撃の時に、ここもアトレティコやっぱアトレティコらしいなっていうところが出てるんですけど、リーノはまず上がりますよね。で、クボとトラオレのちょうど中間ポジションに入る。あの、左サイドはまずグリーズマンなんですよね。グリーズマンがほんとうまくて、アスピリクエーターが例えばボール持った時とかに、ちょうどリーノがまず中間ポジション取ることで、クボとトラオレどっちが行けばいいのかわからない。グリーズマンがいいタイミングでここに入ってくるので、 これは俺もどっちつけばいいか迷うんで,すよ、ねで、もう、フォーメーション上やっぱリーノのところつきやすいので、リーノのところついていく。ってなった時に、グリーズマンがここで開く。で、ここから、えっ、ー、と、展開していったりだったりとか。グリーズマンに仮にマークつけ、つかれて、こういう形になった場合は、グリーズマン上がっていって、ここのスペースを開けるんですよね。で、そこのスペースに入ってくるコケ。まあ、いろんなパターンあるんですけれども、 ここのね、スペースの使い方がほんとうまいですね。自分で使ったりするパターンもあれば、味方のためにスペース空開けて、そこから味方に入ってもらったりとか、そういうパターンもあるんで、いろんなパターンあるんですけれども、ここ使うのがほんとうまいですね。で、ここ使うのがうまいから、インサイドハーフがついていった時に、ここのスペースが空いて、そこに対してデパウルとかコケが入ってきて、で、そこから展開っていう風に持っていかれていて、結構こっちサイド押し込まれているんですよね。 で、押し込まれてる原因の一つは、大元どると、このベッカーの守備かなって個人的には思うんですよね。オヤルサバルだったりとか結構ここで回されていたとしても、コース切りながら、キーパーまで下げさせたりするんですけど、ベッカーそれがないよね。もう左からシンプルに切っていって、左に流さして、この辺でプレス止めちゃうんで、だから余裕持ってアスペリクエーターが縦パス出せてしまうんですよね。 そこから始まっているかなと個人的には思います。もうちょいプレスね、しっかりかけてくれれば、カットできなかったとしても慌てて出してくれるから、今ほどね、いい状態で受けれることは少ないと思うんですよね。なんならキーパーまで下げてくれれば一回ディフェンスライン整えることができるんで、その前プレがハマってないのもちょっと原因の一つかなと。で、右サイドですよね。右サイドがちょっと特殊だよね。ジョレンテが上がっていって、もうウィングみたいな位置に入ってきて、デパールが下がってくるんですよね、こうやって。 デパウルがここから下がってくることによって、ザハリャンだったりとかも釣り出てきちゃうんですよね。 で、ここのスペースが空いて、そこから、えっ、ー、と、行かれて、展開されていったりだったりとか、バレネが釣り出され、ザハリャンが釣り出されてなって、ジョレンテに出していって、そこから突破されていったりだったりとか。ウィングバックが結構キーになってるかなと思いますね、右も左も。ここの間のスペースっていうのをどうやって埋めるのかっていうのがあんまり決まっていなくて、これが結局、原因かなと思いますね。で、失点シーンもそうですよね。失点シーンもデパウルのところから始まってて、ジョレンテが中に絞ってきたんですよ。 こういう格好になっていてデパウルが下がってきたことによってバレネが出てきてまあジョレンテが裏簡単に取れるような状態ができてしまってでジョレンテに裏取られてなおかつ大外に張っていたこのリーノですねリーノと,えっとグリーズマンディフェンスラインの裏しっかり取れていてでジョレンテがここあのー えぐっていくことによって、オッサイドにかからなくて、最後クロス上げてリーノでしたよね。まあ、大元ドるとこのウィングバック対策が取れていなかったところが原因かなと。ルノルマンとスベルディアじゃないので、ディフェンスラインの統率っていうところがちょっと微妙なところがあって、で、特にあり つかなアリッツがが結構裏やられがちでそれも影響し,ましたよ、ね、そのあたりちょっと修正するポイントがソシエダはたくさんあるんですけど、ウィングバック対策だったりとか、裏ケアだったりとか、そのあたりケアしないとまたちょっと失点しちゃいそうだなっていう、そんな前半になっちゃいましたね。後半まず、ソシエダがちょっとやり方変えてきましたね。ポジションチェンジが増えました。例えばトリエンテスが下がってきて、ダウンスリーのような形をとって、トラオレがここ絞ってきて、そうすること 久保のところに一発に出せるような状態を作ったりだったりとか。 結構いろいろ変則的にしてきましたね。で、両サイドの選手も、久保とか特にそうですけれども、内側絞ってきて、この間で受けようとしたりやったりとか、結構縦の動きと横の動き全部そうですけど、ポジションチェンジをやるようになりましたね、そしてだそれによって相手のこの隙間のところかな、特にこの53の間のスペースをよく取ろうとしていて、そこからチャンス作ろうとしてましたよね。特にあの、久保がこの内側のこのポジションかな、ここの中間ポジションで受けた時の、 のドリブルの突破ですよねここからシュート打ったりとか、もしくは1枚流れてきた選手とワンツーで崩していったりとかっていうのをやりましたよね。それに伴ってベッカーがちょっと外にね、流れていくような形っていうのが増えましたよね。多分こういうクボの中に絞っていって空いたスペースの裏にベッカーが走っていったりとか、そういったので結果としてポジションチェンジっていう格好になったのかなと。これでソシエダは前半よりはかなりね、相手の守備にはまらなくなりましたね。 で、アトレティコどうしたかっていうと、ちょっとメンバーがあのー、変わっちゃってるんであれですけど、中央ちょっと固めるようになりましたよね。ソシエダがポジションチェンジ結構繰り返してくるから、ブロックを固めることを中心に考えていて、で、グリーズマンも下げますよね結構。実質まあ541みたいな形をと、久保のこのエリアだったりとか、ここのエリアを特にやらせてなかったですね。ソシエダは、最終的にメンバーはこのメンバーになりましたと、前プレイではめていって、 で相手にね高い位置まで運ばせないでボール試合しつつも相手のね陣内でプレーするっていう方向に持ってっていてそのためのオヤルサバル投入もあったと思うんですよねでマイプレはめていくこの役割やっていましたとでやっぱりチャンスになっていたところは久保のところでしたよね相手のファイブバックに対して役割として1個目がまずここですよねここを狙っていってそこに入っていって相手と対峙することなく間で受けて 前向いてシュートが打てる位置。ここにまず入ろうとしてましたと。これが無理だったらサイドに張って、ウィングバックを釣り出していく。で、それもちょっと厳しそうであれば、えー、っと、下がってきますね。下がってきて、で、その連動してトラオレが上がっていくんですよね。ディフェンスライン際まで下がってきて、そこから得意のドリブルだったりとか折り混ぜながらゲーム展開していきましたね。 アトレティコの方は少ないチャンスをものにするっていうので、割とシンプルにやってましたよね。後半になってモラタが入ってきて、裏抜けガンガンいってましたよね。途中出場だから、他の選手たちと比べると体力的にもまだ有利な状態でしたし、で、おまけにセンターバック二人の裏ケアっていうところがちょっと微妙だったので、ラインに入るんじゃなくて、1.5列目付近で待機していて、で、中盤の選手とかにボールを渡った瞬間に助走つけてガーッと走っていくんで、それで裏よく取ってました。 でグリーズマンもそれに合わせるかのごとくちゃんと中に入ってくるのでこのシンプルな形でやられてましたよね。 不暴は今日 MOM でもおかしくなかったんじゃないのかなっていうぐらい、ソシエダの中では少なくとも一番良かったと思いますね。前半はまずサイドで張ってね、ウィングバックと、それからセンターバックのところですね。ここ基本的に距離が近かったりするとなかなか仕掛けづらかったんですけど、こう距離が少しでも空いたらすぐかわしに行ってましたよね。センターバック釣り出していって、そこからクロスだったりとかっていうのも何回かありましたし、ウィングバックが上がっていったところ、ここ中間ポジション取ってね、カウンターの時に早めにここ ポジション取ってセンターバックと仕掛けていって1対1だったら大体仕掛けていましたよね2対1に持ち込まれた時はちょっと厳しかったんですけどでもボールは奪われないグリーズマンが下がってくるプレスバックしてくる先方によって塞がれてはいたんですけれどもその中でもかなり突破っていう点では良かったかなと後半はさらにね絞ってきたりとか えっと、開いて起点になったりとか、下がってゲームメイクしたりとかっていうので、一人で何役もやってましたよね。で、内側に入っていって、そこからボール受けて、シュート打った場面っていうのもありましたし、味方とワンツーで繋ごうとした場面だったりとかもありましたし、ここの、間取る動きっていうのも聞いてましたよね。クボが内側に入ってきて、そこからカウンターのドリブルで運んでいくことで、ベッカーがね、裏に流れていって、そこに対して一回出して溜め作ってる間にクボが中に入ってきて、 で、クロス上がればよかったんだけどっていうシーンとかもありましたけど、カウンターでもチャンス作ってましたね。今シーズンの集大成だったなって感じさせるような、ここでのゲームメイクというか、で、シルバーとかよくやってるんですけれども、あの、ここからね、ポン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 パス繋いでいくのがシルバーのスタイルですけど、久保は結構ドリブルで運べるんですよね。縦に出そうか横に出そうかっていう、細かいフェイントを織り混ぜていって、相手のインサイドハーフがちょっと釣り出たところ、すかさずドリブルでいくんですよね。ドリブルで突破していって、 で、一気にここ、シュートチャンスまで作る。ダビド・シルバーのプレイを応用させたみたいな感じですよね。シルバーは結構ね、あの、細かく繋いでいって崩していくタイプなんですけど、久保はああやってドリブルっていう武器があるんで、自分なりにスタイル作り上げてプレイしてますよね。昨シーズンとは変わったところですよね。ゲームメイクっていうところ。 ちょっと最近ね、あのー、序列がどうとか、いろいろベンチスタートが多かったりとか、っていうので、いろいろ言われてる部分ありましたけれども、まあ遺跡の話だったりとかね、いろんな事情があるとは思うんですけど、個人的にはやっぱこのチームの中ではかなり序列上なんじゃないのかなとは思うんですよね。特に、 あの、カウンター主体で行かないときですよね。ファイブバックにならないときとかは、外から、サイドから展開していこうみたいなときとかは、間違いなく右のウィングのファーストチョイス久保になってくると思うんで、だから世間で騒がれているほど、そんなに序列は変わってないんじゃないのかなと思いますけどね。皆さん指摘してますけど、多分コンディションだと思うんですよね。